おはようさん。いかがお過ごしですか、皆さん。毎度のごとく、この動画がいつ上がってるかわかんないけど、今ね、僕は4月のちょうど中頃ぐらい。ちょっとこいつ殺すわ。OK。4月の中頃ぐらいにこれ撮ってるんですけど、また、なんだお前。人がしゃ、なんでバレたんだ、今。人が喋ってるからか。人が世界の情報を共有しようとしてから怒ったのか、お前は。はい、どんどん。4月の中頃なんだけど、結構深刻だね。うちの周りはね、そんなに、危機感のない表情して、なんだこいつ。お、びっくりした、今。反射的に親指が四角に動いた。反射の四角が出た。バスの上から来るね、3人か4人かはね、あれ、出入り口で火炎瓶撒いといたら一気に殺せるんだけど、今回は、殴り殺していこう。そんで、俺の周りはあんま危機感なさそうな顔してるやつが多いな、うちの近所は。大手とかはもう結構仕事もお休みになってるみたいだね。あと、接客業とかも。もう客も来ないしね、やっても危険っていうところは、やらないみたいだけど。俺の知り合いも一人、そいつの店じゃないんだけど、そいつの近しい人間の店に勤めてるやつがいて、もうひいひい言ってるよ。言うわな。大変だろうな。俺はね、幸か不幸か、俺の収入源はあまり今左右されてないから。これでも自営業とかで、やってる人大変だよ。俺も自営業だから、今。自営業ってほどのもんでもないけどね。何かに属してるわけじゃないから、すごくそれが今いい方向に傾いてるから、こののんきにゲームやってるけど、大変だろうね、ほんと。左右される形の自営業の人とか、企業入ってる人とかは、どうなることやら。いけそうだな、こいつ。ほい。喋ってることとやってることが噛み合ってねえな。噛み合わない。この齟齬、受け取ってくれ。世の中ね、噛み合わないことばっかりよ。何も噛み合わない。意外とね、どうでもいいこと喋りながらやってる方が集中力が増してる気がする。これ2回目なんだけどね。さっきちょっと死んだんだけど。バッサリ切ってやったわ。なかったことにしちゃった。どこ行った？これね、暗くてね、見えないんだよ、これ。間違えた。おわ！なんでこのディスプレイこんな暗いんだろう。間違えた。ほい！よし。これで OK かな？多分全員倒したと思う。もういないな？ありないよな。おーし、よしよしよし。You okay? Yeah, guess so. OK。Good. We need to get the hell out of here. ピッツバーグからとりあえず逃げようっちゅう話だね。ここはやばいやつが多いから。ということで、アイテム集めて、行きましょうか。おーい。すんげえ力あんな、これ。俺の腕じゃ持ち上がらんぞ、これ。早くしてくれ。腕がパンパンになってる。もうパンパンや。腕パンパンや。オール巨人。真っ暗なんだけど、これ。ほんと。設定を変えないといけないのかな。もう一個ね、ディスプレイ2つあるんだけど、もう一個の方もね、こっちのディスプレイほどじゃないけど暗い。まだマシだけど。むちゃくちゃしてんだよ、こうやって。こうやってむちゃくちゃしてっけど、何がむちゃくちゃかはもう変わってきてるよね。そういう話よ。まさに今の世界。どうなるか分からんからな。About the ambush. I've been on both sides.
まあ、今のが答えだよね。Take it however you want. おー、行きましょう。やってんな。バーベキューやってんな。Oh, I don't think these guys were infected. But it don't matter. Let's just keep moving. もう生きるか死ぬかだね。怖い怖い。見えてきたね。All right. Here's the bridge. That's our way out of here. Hey, Ellie, slow down. Wait for me. What? Right here. あの橋を目指してるんだね。あの橋が脱出への出口となってる。ここもね、なんかアイテムがいっぱいあったんだけど、俺はなんでこれを取ってんだろうな。使うことないのに。わからん。その辺の行動と目的は一致してない。でも取っちゃ。三角ボタンが動いちゃうんだよ。お、やるじゃん。でも昔ほどなんか口笛吹く人って減った気がするわ。吹ける吹けないは知らないけど、ピュー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 吹いてるおっさんとかいなかった。昔、今いないよね。どこ行ったんだろうなあいつら。あ、これ漫画ね。これ漫画が落ちてる。これまた収集物の一つ。シリーズになってる。これエリーが今ハマってる。あのビルの家からパクってきたやつね。多分そのシリーズじゃない。違うのかな、まあ、詳しいことはよくわからん。まあ、この束の間の平和を楽しんでいこう。Cute. And no, my money's on the military. Why would they mow down all these people? You can't let everyone in.Dead people don't get infected. You sacrifice the few to save the many. おっ、来たね。Ellie, get down. こっから始まる。荒くれ者がこの辺を管理してんだね。ここはまあささっと行こうか。見つかっても多分そんな大したことないと思う。一人倒せればうまくいけるでしょ。いろいろ喋ってんだよ。毎度のごとくこの会話から始まるっていう。終わった後がポイント。いけそうだな。おい、見られてるこれ。見られてる。なんで気づくの君。すごい、そのフードでよく見えたな。まあいいよ、二人ならもうゴリ押しでいける。多少のダメージはいとわない。お、なんか投げてきたこいつ。いい肩してる。やるじゃん。君、レフト向いてるよ。一緒に来んなよ、お前。お前、なんだそれ。なんで絡む。うるれ。やるじゃねえか、こいつ。フードは。まあ、これで。おい、おなんだ。ちょっとエリー邪魔だよ。こいつ。なんだこいつ。何今の動き。中国憲法みたいな構えしてたぞこいつ。習ってる。こいつアルコールを落としてくれんだよね。このレッドマンはなんかいろいろ道具を落としてくれる。倒すと。レッドマンは友達。よし、じゃあ武器も変えていきましょうか。Okay. We need to lighten the mood. ん？ Ready?いいよ。Doesn't matter how much you push the envelope, it'll still be stationary. What is that? It's a joke book. No pun intended. Volume 2 by Will Livingston. Let's keep going. What did the Confederate soldiers use to eat off of? Civilware. Mm-hmm. What did they use to drink with? Cups. Dixie cups. I walked into my sister's room and tripped on a bra. It was a booby trap. A book just fell on my head. I only have myself to blame. Or wait, I said it wrong. Hold on, let me read it again. A book just fell on my head. I only have my shelf to blame. Ruined it.
What is the leading cause of divorce in long-term marriages? A stalemate. That's awful. You're awful. Do you even understand what that means? これどうやって翻訳してんだろうな。Nope. Doesn't matter. すごいよね、これ翻訳するって。That's all I got. まあでもおそらく結構違うんだろうね、言ってることは。無理やり合わせてるところはあるんじゃないかな。We'll get there. 洋画とかでもね、結構ああいう翻訳多いから、まあ、すんげえ腹なった。すんげえ腹なったぞ今。毛みたいな音出たわ。Give us our rations. Why wouldn't they give them their food? Sometimes they ran out. Most times they just held on to it. That never happened in Boston. Trust me, it happened all the time.まあ、出し惜しむ前には多分今でいう買いだめみたいな状況があったんだろうな。貯めて貯めて貯め倒してたんだろうな。よし、こっからまた長いんだよ。また死んで覚えていくか。全然覚えてねえ。ルートがあるんだけどな。なーに俺のささっとは。ここで待つ。ここで一人待つ。じゃこの説明ももう何回目かはわからん。でも意外とね、今回はいける気がする。この発言も何回目かわからん。でもこの最初の3人を倒した後の動きでわかるんだよ。あ、今回いけるなとか。あ、これちょっとダメだな。さばけてない。コントローラーをさばけてないっていう。コントローラーと俺との、この愛情の差っていうのが出てくるところがあるんだよ。差が出たときはやっぱりやられてる。うまくいくときはもうマッチしてる。フルシ、またすげえ腹なんだけど。まあ、まずこいつ殺すんだよ。で、今チラッと見えてたやつを次にやっつける。これはね、このフェンス沿いに、フェンス沿いに行けば見つからない。できるだけこう意識として回り込んだらいける。で、外にもう一人いるから、そいつをまずやると。左側にいるからね。あいつあいつ、まあぐるっと回り込めば見つかることはないと。おい、オッケー、これで外はやっつけた。次中、中が大変なんだよ。そう、なんだってそうだろ。外より中の方がいろんな責任がついてくるわけ。中っていうのは重大なわけよ。で、これは侵入する位置で中の1階の敵の出現位置が変わるっていうのをさっき気づいた。今この手前に3人いるじゃん。真ん中の広いとこに3人いるパターンもある。真ん中寄りに行ったらそっちに配置されるけど、そっちよりこっちの方が良かったね。なんかやってる感じ。毎度のごとくこう最初会話から始まって、そこから分散していくわけ。この分散し始めがこのゲームの倒しどころだ、倒しどころだと思う。もう下が回ってないのは、それだけこの言葉を喋ってるんだなっていう、そういうメッセージにつながってる今。受け取ってほしい。俺のメッセージ。一方通行のメッセージ。まるで恋文。で、離れていったら、まず後ろのやつを倒す。当然、前のやつ倒したらバレるから。これ倒す。こいつを倒したら次、左に見えてるレッドマンを倒す。で、このまま後ろ振り向かないから、いけるんだけど、この辺でね、この辺で倒しちゃうと、今右にそれていったやつが気づいて、この辺で死体を見つけに来るわけ。で、この広いところで見つけられるとめんどくさいから、気持ちちょっと奥め。この辺。ほっといても多分あの奥のなんか棚みたいなところにじっとしてるから倒せるんだけど、この辺で倒せば、めんどくさいことにはならないというのも気づいた。気づき、この1時間の気づきを。で、こっちに来るから、でね、こう死体気づくパターンがあるんだ。気づいても別にここで倒せばいい。今回気づかないな。
ただ死体が見つかると警戒モードに入って上の奴らの動きもなんか変わるっぽいからちょっと面倒くさくなるから、まあ、できるだけ死体を見つけられる前に倒しましょうと。でメインフロアは終わりで、端っこね一人はぶれたね、なんかはみ出し者がいる。便所飯してそうな陰キャっぽいやつがいるんだよ一人。でそいつもお仲間にしてあげようっていう優しいジョエルの優しさの矛先が今向いたな。この中にいるんだよ。で手前に来て左に行くから左に行ったとこでやっつけ合い。ちょっと待ってね。オッケー。ほいそい。おい、ちょっと攻略っぽくなってない？攻略っぽくなってるね。このゲームすごいのはね、どんな下手でもやってりゃ攻略っぽくなるっていう。攻略っぽくしないと多分攻略できない。いいゲームだよ。いい難易度調整してる。さすがノウハウが詰まってるな、ノーティードッグ。で、ちょっと体力が減ってるから、まあ、ここでお菓子を食べると。じゃあ2階行きましょう。ここまではね、スムーズなんだけどね。で、ちなみにこれ別に全員倒さなくても、あの出口速攻突っ込んでいったら、別にクリアできることはできるけど、アイテムが欲しいんで全員倒します。でこれで右をカバーしてるやつはやっつけたから、次左をカバーしてるやつを倒しに行く。でちなみに見つかるとなんか増援が来る。でちょっとめんどくさくなる。ただ増援がレッドマンが一人来るから、そいつが火炎瓶を多分落とすんだよ。だからまあ火炎瓶が欲しい人は欲しいし、倒せる自信がある人は見つかってもいいと思う。最後の一人ぐらいになったらね。で、この棚の後ろで倒さないとちょっとめんどくさい。手前で倒すと見つかる可能性がある。何回見つかった。で、あと二人なんだけど、こっからよ。ここで、左に巡回してるね、やつがいるんだけど、今見えてるかな？あ、いたいた、あいつね。あいつを先に倒すと、出入り口をカバーしてるやつに見つかって、結局さえ殺されるの。それをね、3、4回されたのよ。だから今回ちょっとルート変えて、右から回って先に出入り口のやつを倒す。左の巡回してるやつの視界に入らないタイミングで、出入り口をカバーしてるやつを倒す。その後に巡回してる最後のやつを倒す。これでいこう。これしかない。出入り口カバーしてるやつがね、結構ね、いい視力してんだよ。2.0 は硬いな。いい視力してるし、動くものに敏感だね。猫みたいな目してる。あいつにバレない。多分まあここだとバレないと思うんだけど。で、この木の板のところだとね、音でバレるらしいんだよ。だからできるだけそっと。いけそうだ。ほい！で、別にこのまま、その出口に突っ走ってもいい、別に。だけど俺は倒す。あいつ一人にしてかわいそうだからな。お仲間に。でここで見つかったら終わりだから、できるだけちょっと慎重に行くよ。遠回りして。オッケーオッケーオッケー、いけるいけるいける。はい、こんにちは。オッケー、やっと行ったよ。マジ疲れた。でもやっぱ敵を倒す順番だな。順番とタイミング、これさえ固定できたらいけるわ。俺でもいける。そういうこと気づいた。気づかされたこのホテルよ。ここホテルじゃねえか。聞きたい。Bakers trade bread recipes on a need to know basis. Need. I get it. A moon rock tastes better than an earthly rock.Because it's meteor. Oh man, that made me hungry. A backwards poet writes in verse. Do you even get that? Of course not. I used to be addicted to soap, but I'm clean now. All right, I've actually never heard that one. All right, I'm done. For now. よし、じゃあ行くぞ。Gotta be crazy to string up soldiers. You get people desperate enough, they'll do just about anything. And the people that rose up, they're the ones we've been fighting here? That'd be my bet.
うん、追い詰められた人間は何でもするっていう、このゲームのテーマの一つよ。人間ってのはやべえんだよ。やべえやつが揃ってる。いるだろ、現実見ろ。やべえやつが。そいつらが揃ってるんだよ。悲しいことに。よし、行くぞ。やるじゃねえか。いい口笛。うん。意外な、重いのが疲れてるな。俺の体にダメージが来てる。最近ね、ゲームやってるとね、右の手首が痛いんだよ。コントローラー、なんか力入ってるのかな、変な。ずっと痛いわ。すんごい痛い。もう年かもしれない。まだ若いと思ってたけど、体は若くないのかもしれない。悲しい事実が分かった。綺麗だよね、これ映像。動画に上がってる時はどうなってるか分かんねえけど、まあ、画質は下がるからどうしてもね、エンコードで見てる分にはすげえ綺麗。モデルだね、昔の。I thought you had plenty of food in your time. Well, we did. Some just chose not to eat it. Why the hell not? For looks. That's stupid. Okay, it's time to lighten the mood. 3.14% of sailors are pirates.3.14. I stayed up all night wondering where the sun went. Then it dawned on me. I get it. What did the mermaid wear to her math class? What? An algae bra. Terrible. Why did the scarecrow get a promotion? All right. Because he was outstanding in his field.That'll do. Put that thing away. That's it. That's all I got. What was that all about? Get on. We're cutting through the hotel. Ah! 腰が痛い。 Okay. 腰が痛いよ。いい椅子が欲しい。 Oh, easy. いい椅子をくれ俺に。 I'm gonna drop you. 誰か。すんげえ腰が痛い。泳げるようになっとかないといけないな。ずっと泳いでねえわ。昔は水泳やってたけど、もう泳げるかわからん今。Set up that plank like they did. はいよ。よし、行くぜ。ホテルに赴く。このホテルのね、このホテルもね、喋れてねえな。このホテルも鬼門なんだよ。おい、そい。It's clear, Ellie. Come on down. いいホテルだな。Fancy. 行ったことねえや。You ever stayed at a place like this? Before it all went to shit, I mean. No. No, this is too rich for my blood. いくらすんだろうな、こんなとこ。ビジネスホテルぐらいしか泊まったことねえぞ。